どうも、雨上がり決勝の宮迫です。さあ、お悩み相談ということで、まあ、いきなりですが、ちょっとね、息子と同い年の子なんですよね。和樹くん19歳、男の子。はじめまして、僕の悩みは人の目を気にしすぎて本当に自分がしたいことなどができないということです。本当は自分はこうしたいと思っているのに、人にどう思われているのかを気にしてしまい、いつも我慢してしまいます。こんな自分を変えたくて相談させてもらいました。もっと自信を持って自分の意思を貫けるような人になりたいです。宮迫さんみたいな芸能人の方はたくさんの人に見られているので批判も多いと思いますが、どう対処していますか。まあこれ難しいとこですね。まあちょっと電話してみましょう。19歳、息子と同い年ですよ。結構デリケートな悩みですけどね、これも。そうですね。もしもし。あ、もしもし。はい。和樹くん。はい。あ、どうも、はじめまして。あの宮迫です。はい、こんにちは。カシャ。どうしたん、緊張して今カメラのボタン押してもった。あ、そうです。俺のバイオハザードの時みたいな。回復薬使っちゃうな。ビビリなんで。あ、ビビリな。一緒やな、俺と。はい、引っ込み思案で、本当の自分を出せないってパターンね。はい。いや、全然わかるよ。俺、意外かもしれないけど、ものすごい緊張しいだからね。あ、そうなんですか。そう。人前に出るっていうのが、はい、本当は得意ではなかった。それはどうやって変わっていったんですか。小中高と俺ずっとキャラを変えていたのかもしれない、小学校の時はすごくやんちゃなキャラクターを演じて喧嘩ばっかりしてたりとかね、そんなことをしてた自分を当時やってた。それが自分の居場所を一番作れるやり方なんだって当時思って理解してやってたよ、当時から。で、高校の時はサッカーを頑張っている硬派な、でもたまに面白いことをするやつみたいなことをわざとやってたね。正直、今聞いた中で結構似てるなって思って、そうでしょう。なんか僕も小学校の時結構やんちゃしてて、でも高校では、部活サッカーやってて、でなんかキャプテンとかやってたんで、ああ、わかるわかるよ、でちょっと真面目にやらなきゃなみたいな感じで、わかるよ。でもみんなね、大小違いはあれど絶対そういう部分ってあんねんって。本当の自分はこうじゃないとかさ、悩めば悩むほど最終的に詰まってしまうのがさ、本当の自分ってどれなんやろうってなってくるのね。どこに収まれば一番いいんだろうとかさ、分かんなくなってきてしまう時って絶対苦しい。それって実はいつまでたってもあったりするんだよね。これはもうおそらく全員そうやね。まれにさ、ほんまにそのまんまの人みたいな人もまれにおるで。そんな人もそう見えてるだけで俺らには分からない部分だって。例えば明石家さんまさんなんて常にあんなね、すごくそう状態の人やね。さんまさんはおそらく、いや本当にそういう部分もあるのかもしれないけど、もちろん後輩には見せない部分もたくさんあるだろうし、本当に見えてるだけの人ではないと思う。ああいう人ですら、さんまさんですらあると思うからって考えるとさ、別に悩まんでええんちゃうかなって俺は思ったよ。今俺もあったらほんまにすごく悩んで、自分の色が分からなくなった、自分の形が分からなくなった時期が本当にあったのよ。高校の時にね、サッカーが全てやった時に両足に大怪我を負ってしまってサッカーができなくなって、でその時に大好きなおばあちゃんがね死んでしまったりとか、でそこで、家の借金問題とかいろんなことが一緒くたに乗っかった時に、自分の中で一回心が壊れたってはっきり分かったぐらいの時期もあった。あったけど
本当にあのすごいあのきれい事で言うんじゃないんだけど、その時に、うん、お笑い芸人になろうなんて夢にも思ってなかった時期だったけど、その時にもうどん底の気持ちの時につけたテレビのお笑いの番組で笑えたのね。こんなどん底の自分を笑わせれるってすげえな、お笑いって。その時にお笑いというものの凄さっていうのに気づかされたのね。その時に初めてお笑いっていうのもいいかもって思い始めたのがきっかけ。うん、だからさ、そやな、悩むっていうこともすごくいいことやねんって。その中でいろいろ自分を作っていく中で必要なステップだからさ。俺も50やねんな。和樹君と同じぐらいの時に自分の形が見えない、自分はどんなキャラクターが一番ええのかとかすごい葛藤してたけど、未だに葛藤はしてるよ。でもそこを考えない人の方が俺はダメだと思う。ああ、なるほど。うん、考えてずっとずっと成長してると思いながら反省もして、はい、でチャレンジもしてやっていくのが人生だからさ、はい、うん、今自分がわからない、今こうやってあの悩みを相談してくれて、はい、うん、こうやってこれができないっていうことを僕に言ってくれたでしょ。はい、うん、でもこれもあの和樹くんの中ではチャレンジなわけやんか。そうです。でも、まあ、前だったら絶対やらなかったんですけど、うん、本当最近っていうか、まあよくあの宮迫さんの動画を投稿し始めてからとか、うんうんうん、結構ヒカルくんが好きで、で宮迫さんもコラボしてて、ちょっとすごい面白くて、うん、そういうので結構勇気もらったりして、ここ数ヶ月結構自分の中でも変わってきて。そうかそうか、嬉しいな。はい、だってそれはそうやで、だってあの息子みたいな年の光くんにさ、はい、いろいろいじられて、うん、本来あのその俺と長い付き合いの後輩たちはの中にはね、はい、あんな宮迫さん見たくないって言うな声もあったりもしたけどさ、はい、でもあれは俺の中でチャレンジなわけやし、だからそのチャレンジをしてみるっていうことが大事なことであって、今チャレンジしてくれたわけや、俺と会話してみようって。だから一個一個でいいのよ、はい、一個一個やってみて、はい、うん、で自分の中でできることできないこともあの分かっていくし、はい、でもそんな急に解決することではないから。そうですね、徐々に。そう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 、徐々に解決していって、俺も人前出るの苦手やったのに、今はこうやってカメラの前でやったりとかでも喋れるようになったのは、徐々にチャレンジして、はい、勉強していってできたことやから。うん、はい、まだ19歳やからな。そうですね、うん、いっぱいチャレンジする時間があるから、はい、うん、無理や、無理やって諦めるのだけやめてほしいな。はい、諦めはちょっと悪いと思って。そうそうそう、そこ、うん、俺見てたら分かるやろ、全然諦めてないやろ。いや、本当にそれは思っても。そうそうそう、正直もう、うん、宮迫さんちょっともう終わったなって思ってた。俺も思ってたわ。あそこから引っ返してるが本当にすごくて。そうそう、あがいてあがいてチャレンジよ。もうすっごいあそこで勇気もらって、うん、あ、まだできるんだと思って。ここできるできる、どんな感じになったってさ、諦めなければできるから。本当にすごい、うん、尊敬してます。ありがとうありがとう。はい、じゃあこれからもチャレンジやね。はい、うん、またあの成長していろいろ変わった和樹くんとどっかで出会えること楽しみにしてます。はい、うん、ありがとうね。ほいじゃあね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあね。はい、失礼します。はい、ちょっとなんやろな、泣きそうなるなですね。嬉しいっすね。めちゃくちゃいい話。あの勇気を与えれてるんだって。そうっすね。いうのはね。でも本当にあの大小問わずそうやと思うね。本当の自分を出せないとか、本当の自分はどこにあるのかとかってきっとね一生つきまとう思いなのよね。だからまあまあそことうまく付き合いながら、うん、ただそこでもう分からないで諦めてしまうのが一番ダメですから、皆さんあの、うん、チャレンジ精神
負けない心っていうのをね、あの養っていくように、頑張っていっていただきたいなと。さあ続いての方は、こちら城之内優儀さんかな、21歳男性無職の方でございます。いきましょう。お悩み内容が、大学を中退して現在無職のものです。ただ先日小説投稿サイトに投稿していた自分が書いた小説が、出版社に声をかけられる形で書籍化されることが決定しました。すごいね。しかしそれを聞いても、親は小説だけでは食っていけないと思っていて、普通に働いてほしいみたいです。僕は働きたくはありません。まあ小説書くっていうのも働くってことなんですけども、まあ絶対に好きな小説だけ書いて生活したいです。僕はどうすればいいんでしょうか。ねえ、21歳でしょ。僕のちょもう子供の世代なわけですから、まあ僕は彼の親のねえ世代ですから、まあどっちの気持ちも分かるというか、ちょっと聞いてみましょうか。はい、もしもし。はい、城之内優儀くん。はい、そうです。宮迫です。はじめまして。はい、はじめまして。お悩みをちょっとね、読ませてもらったんですけども、気持ちは分かるのよね。すごく自分のやりたい、はい、好きなことで生計を立てれれば、やっぱまあ、ほとんどの人はな、ほとんどの人はそれを夢見て憧れて生きるよね、はい、好きなことでやっぱり、はい、うん、そりゃそうだわ。食べていきたい、はい。でもさ、それが叶う人ってごく一握りやん。そうですね。俺の知ってる仲間は、まあ、3年ぐらいやってみてあかんかったら就職しろよとか、そんな風に言われてたわ、はい。まあ自分の場合は、うん、声をかけられて、今まあいろいろ進められてる中で、うん、まだ出したわけじゃないので、ね、本を。あ、まだ完全に売り出してるわけじゃないんだ。ただその僕は知らないよ、その小説の世界がわからないから、その、はい、ただ書籍化されるまでいけることがすごいことなんじゃないの。まあ多分すごいと思うんですけど、うんうん、まあ、自分では言いにくいと思うけど。何系の小説書いてんの。いや、僕、まあ、書籍化された作品は現代のその、うん、まあ、ラブコメなんですけど。ラブコメなんや。はい。でもさ、結局その異世界もそうやけど、おそらくその今ドラマになってたり映画になってたりしてる中でも、そういう投稿の中から選ばれたものってたくさんあるわけでしょ。まあそうですね。むちゃくちゃ夢あるやん。そうなんですよ、夢あるんですけど、うん、ただ、うん、やっぱりネット見てると、はいはいはい、その夢だけじゃないっていうのも厳しさもわかるんですよね。もちろんもちろんもちろんそう、はい、うん、なんかその書籍化一度はされて、うん、やっぱ売り上げが悪いと出版社も打ち切りっていう形になるんで。なるほどな。まあまあこういう世界はもうもちろんお笑い芸人もみんなそうやけど、はい、売れなければっていうリスクはすごくあるよね。はい、うん、でまた次の作品も出せるとは限らないっていうのもあるし。まあそうやね。はい、でも一度でも見つけてもらったらさ、俺はそこでそのいわゆる出版社とのパイプができるやん。そうですね。なんていうんやろ、例えばお笑い芸人で言ったら一発屋みたいな感じで言われる人って結構おるやんか。すごく売れたけどその後消えてしまう人もおるけど、ちゃんと残ってる人もおるやん。すごいその太いパイプを掴んで切れない状態に頑張ってした人は、一発屋からさらに上に行く人もおるしね。芸人ってむちゃくちゃ数がいるから、その一発すら当てれない人の方がほとんどなわけやんか。はい、っていう意味では小説の世界もそうで、すごくたくさんの人の中からずっと売れ続けたりとか、さらに高みに行く人ってすごくごく一握りやから、ご両親が心配すんのは当然なのよね。まあそうですね。まあ兼業作家っていう道もあるんですね。あ、仕事をしながらっていうのね、はい、うんうんうんただ、うん、やっぱりまあそうですね。いや分かるよ、うちの息子は年が近いからさ、
で、うちの息子はお笑い芸人をもう完全に目指してしまってるんですよ。っていうかもう、もうなってるんですね。なんで、もちろんそれは止めはしないし、ただ彼が知らない大変さっていうのは僕は30年以上いてたんですごくわかるからこそ、親としては大変すぎるぐらい大変な世界だぞっていうのは僕はわかるから言ってあげても、でも息子は好きなことでやりたいからチャレンジしたいっていうことやん。それを、僕は止める術はないし、それはやれと。それただ結果は自分で受け止めなあかんよって話で、ダメやった時の人生の補填は俺はしてあげることはできないよっていうことは言ってるけどね。だから結城くんが小説だけで生きていきたい、生活していきたいの気持ちはすごく俺いいと思うね。かっこいい気持ちやし、チャレンジするっていうことは絶対いいことやから、俺はするべきだと思うけど、ダメだった時に絶対に人のせいにしたらあかんよ。はい、そうですね。それはもうそうですね。そうそう、だから良かった時は自分のおかげでいいし、もうご両親の心配も大いに分かるよ。分かるから、そうだな、もし分からん、どのタイミングでダメって、これ難しいとこやねん。結局芸人も年いってから売れる人もおるしな。だから一概に今誰かにこうしろって言われたことをやることは進めへんよ。やっぱ自分がどうしたいか、どうなりたいか、まあすごく当たり障りのない答えなのかもしらんけど、やらなくて後悔 して、それをずっと人生の中でしこりとして持ってることの方が絶対にあかんことやと思う。後悔しますね。そうそう、自分で自分の中でダメって俺は無理って結果をそれも自分で決めなあかんしね。だから俺もいろいろあったけど、引退ってことも考えたけど、まあたくさんの人に迷惑をかける決断やったかもしらんけど、そうね、もう一回ちょっとなんかもう一回戦おうと思ってさ、一度は引退しようと思ったけど、もう一度一から戦ってみようって思って決断したことだから、でも今はその決断があったから今こうやって結城くんと話せるような状態にまで慣れたのは正解だったのかなって、後悔は今はしてないからさ、その背中を押すわけじゃないけど、ただ書籍化してくれるっていう出版社がおるってことはすごい可能性につながってるわけやから、僕はチャレンジするべきだと。可能性はありますもん。そう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 、何社かの声をかける作品もあるんですよね。なるほどね。はいはいはい。で、どれか選べるんですけど、でも僕の場合は1社からだったんで。いいじゃん。もう、そうなんですけど。いや、その1社とがっつり組んだらええねん。ただ、ご両親が本当に心配してんのも事実やからね。そうですね。そこは、ちゃんと自分の口で納得していただいて。まあまあ、宮迫が、行けって言ってくれてんけどっていうのは何の説得力もないけどな。いや、でも僕は嬉しいですよ。ほんま、俺はチャレンジしてほしいな。はい。将来的にその結城くんが書いた小説がさ、ドラマとか映画化になった時に何かの役で出たいな、俺。いや、ほんまいや、どうですかね、おっさん。そんな出てこないですよね。おい、何やおっさん出て作れ、新しいやつでおっさんの役、ご両親役とかさ、そうですね、せろ、なんか先生役とかいろいろあるわけでしょ。はい、それで使ってくるでやないか。そうですね、絶対声優、まあ声優でもいいですし。あ、そうそうそう、はい、声にはね、定評があるんですよ。頼むで、ゆいくん。そうなりましたら、じゃあぜひお願いします。約束な、ある程度目標書くでしょね、はい、で、ゴールテープ作るじゃないですか、そこで例えば書籍化するってゴールテープに書くでしょ。はい、ね、でもそれだけやったらあかんねんって、その裏側にまたスタートって書いとかなあかんねん。そのテープを切ったら次へのスタートだから、はい、足を止めないように頑張って
次の次の作品、そしていつか使ってくれ俺のこと。そうですね、頼むよ仕事。何役、何役でもいいですか。かめへんかめへん。え、例え、例えば、例えばどんな役。犬。なんでやねんそう、なんでやねんいいよ、いいよ、いいよ。え、まあ、ええ声は出せると思うぞ。すいません、ボケたかったんで。いい心だけや、かまへんで。ありがとう、助かる、はい、でも本当にあの応援してるわ。はい、ありがとうございます。うん、あのほんまにいつかあの一緒になれることを夢見てます。はい、はい、こちらこそ。うん、ありがとうね。はい、ありがとうございました。はい、頑張ってね。はい、はい、どうも。はい、ありがとうございました。はい、じゃあね。はい、いい声な。いや、なんかあの、なんやろな、そのこの夢に向かって、目標に向かっての、この声のトーンでキラキラ感が分かるよね、うん、いや、これ、でもほんまにこんなことって叶うからね、うん、さあ、ということで、まあ、あの、なんでしょう、あのうちの息子に年齢が近いので、ちょっとあの、親の気持ちとしてもちょっと話したつもりではあるんですけど、でもまあ、頑張ってほしいな、うん、うん、頑張ってほしいし、うん、ほんまにいつか使ってほしいな結局自分かいう話なんですお仕事以来、お仕事以来お待ちしておりますということで、あのこういった形で、お悩み相談みたいなことも、今後やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録並び高評価よろしくお願いします。セルフエンディング。意外と好評、意外と声が出た。皆さん